古き時代から残る謎、未解明の謎5選を紹介。ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのゆめかです。さて、古いということはそれ自体が謎につながるものであり、今より100年前のことでさえ不確かな歴史といったものは存在しています。そんな中で数千年や数万年、時に数億年前まで遡ると全くわからないことの方が多いでしょう。というわけで、今回は時代の古さゆえに未解明となっている謎を5つ紹介していきます。時代を遡ることすら難しいほど古い謎も取り上げていきたいと思いますので、お楽しみに。それでは行きましょう。1、メノルカ島。地中海に浮かぶスペイン領メノルカ島には古代からの巨石遺跡が存在します。メノルカ島はガリア戦記などでも言及されるほどに優れた戦士を輩出する土地として古代ヨーロッパでは注目されていましたが、島に存在したと考えられる巨石文明に関してはほとんど分かっていません。地中海に浮かぶメノルカ島は古代より様々な国の支配下に置かれてきました。ローマ帝国、ビザンティン帝国、アラゴン王国など古代から地中海の勢力図を示す要所として注目されてきたメノルカ島ですが、先住民が築いたとされる巨石文明タレオティック文化についての調査はほとんど進んでいません。メノルカ島のタレオティック文化による巨石遺跡は紀元前13から9世紀頃に作られたものだと考えられており、セメントなどの接着剤を一切使わずに巨石を積み上げた祠、ナベタは住居としても使われていたと見られています。遺物にはT 字型の石碑タウラも点在しており、こちらは宗教的儀式のために建てられたと見られていますが、タラヨティック文化に関する考古学的調査はほとんど進んでおらず、3000年前のメルノカ島にどのような人々が文明を築いていたのかは不明となっています。 2. アイヌ語。古代日本より現在の北海道や東北地方で暮らしていた先住民アイヌはその使用言語も独特であり、彼らの話すアイヌ語は周辺の言語との共通点が見出せない独立言語であると同時に、現存する話者が限りなく少ない危機言語であるため、謎に包まれたまま消滅する危険性が叫ばれています。古代より日本列島北部の先住民として暮らしていたアイヌですが、彼らの使用する言語アイヌ語は文字を持たない言語として成立していました。同じ日本列島で発展した大和民族が使用する日本語が中国から伝来した漢字を取り入れたのに対し、アイヌ語は日本語との融和もほとんどしなかったため、近代に入るまで体系化すら分かっていない状態でした。日本語もまた大陸や南方諸島の言語との共通点が見出せない独立言語として知られていますが、アイヌ語はその日本語とも共通点が見出せず、北方の言語とも違う完全に独立の言語として成立しています。さらにアイヌは一つの国家として統一されたわけでもないため、東北や北海道、千島列島などそれぞれの地域ごとの方言が強く、一層言語の法則性や起源を見出すことを困難にしているのです。 3. モチェ文化。南米大陸の先住民文明として発展したインカ帝国の成立は13世紀頃と考えられており、インカ帝国以前に発展していた各文明文化はプレインカと呼ばれています。そんなプレインカの中でも特に金をはじめとした鉱石を利用した工芸品の製作に優れていた文化が、西暦7世紀頃までペルー北海岸で発展してきたモチェ文化です。モチェ文化は後のインカ帝国の象徴ともいえる黄金細工の原型を生み出すほどに優れた技術力を有していながら、突如として原因不明の衰退を見せており、考古学者からは様々な説が提唱されています。モチェ文化はその名の通りペルー北部に位置するラ・リベルタ県を流れるモチェ川流域で発達した文明です。周辺のラ・レチェ川やワルメイ川流域にも広がっており、前世紀は500キロ以上の範囲にわたる文明圏であったと考えられています。特に灌漑農業や運河建設などが盛んに行われており、100キロ以上の長さになる運河の跡も見つかっています。しかしモチェ文化は西暦7世紀頃に突如として衰退しています。
クレインカは広い地域に同時多発的に発展した文明の総称であり、モチェ文化と同時期には地上絵で有名なナスカ文化も発展していました。しかし大規模な戦闘跡などは見つかっておらず、モチェ文化は自然消滅したかのように衰退していったとしか思えないのです。現在最も有力な説は、史上最大規模のエルニーニョ現象によって引き起こされた異常気象による災害というものですが、あくまで衰退時期にエルニーニョ現象が発生したということしか分かっておらず、具体的にどのような災害がモチェ文化を襲ったなどかはよく分かっていません。 4. ギョベクリテペ。現在のトルコ南東部で発掘された新石器時代の遺跡ギョベクリテペは、紀元前1万年頃に作られた構造物が発見されていますが、現在調査は全体の 5% 程度しか進んでいません。構造物の中には1万年よりさらに古い時代のものも存在すると考えられ、場合によっては地質時代の区分である後進性を遡らせるかもしれないとされています。ギョベクリテペは現在判明している限り大きく2段階に分けられて遺跡が建設されており、調査が終わっているものは約1万から8000年前に建てられたものだと考えられています。そしてさらに仮想の構造物は約1万5000年前まで遡る可能性が示唆されています。現在地質学において約1万4000年前の地球は原生人類が発展し始めた新恒星の中でもコドリアス紀と呼ばれる小寒冷期であったとされており、そこから少しずつ気候が温暖になっていくにつれて人類社会の発展も進んでいったと考えられています。もしギョベクリテペで発掘される構造物が1万5000年前まで遡れるならば、従来の地質学における人類社会発展の歴史を1000年塗り替えることとなります。地球史における1000年は極めて短い期間に過ぎませんが、人類の歴史において1000年の違いは非常に重要であり、考古学者の間ではギョベクリテペは全てを変えるとも言われています。 5. ピルバラ。原生人類が地球に誕生したのは約20万年前の新世代の末期であると考えられています。地球誕生が約46億年前と考えると、原生人類は地球生命の中でも新参者ですが、肝心の地球生命の起源については未だ謎が多いです。現在確認されている限り、地球最古の生命化石はオーストラリア北中部ピルバラから発掘されており、この地域では約35億年前まで遡ることができる地球活動の痕跡が次々と発見されています。ピルバラで発掘された化石の中で特に重要視されているものは2つです。まずは32億年前に地球上に現れて光合成を行うことで地球に大量の酸素をもたらした藻類の化石ストロマトライトです。ピルバラでは現在確認できる限り最古のストロマトライトが発掘されており、この化石をもってストロマトライトの出現は32億年以上前と考えられています。もう一つは地球史上最古の化石であり35億年前のものだと見られています。同地域同時代の地層からはメタン生成の痕跡も発見されているため、化石として発見されたバクテリアはメタン生成菌であった可能性が示唆されています。現在考古学的証拠として認められている最古の生命の痕跡はピルバラで発掘されたものですが、地球生命誕生自体は約40億年前まで遡れるとも言われています。そのためピルバラではさらに5億年遡った地層での発掘調査が盛んに行われています。もしさらに時代を遡ることができる化石が発掘されれば、生命の起源に関する謎がまた一つ解き明かされることになるのです。さて、いかがだったでしょうか。私たち原生人類は地球史上において新参者中の新参者に過ぎず、それでもその起源すらよく分かっていないのが現状です。ましてや地球生命体の起源については数十億年単位で遡らなければいけないものですが、それでも我々はその果てしない謎に挑戦し続けているのです。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画をお待ちください。